コメントで消されていたので、うん、コメント内容としては覚えているのが、いつも楽しく動画を見ています、はい、いつも楽しく動画を見ているっていうことなので、うん、この動画も見てくださるのかなっていう思いで撮ってます、はい、いつも動画を見ていますっていうのと INTJ です、はい、っていうのと、なんかコミュニケーションに困っているというのと、はい、なんかね G 丸傾向だったかな、うん、G 丸願望だったかな、うん、でなんか助けてくださいお願いしますみたいな、はい、合ってますよねこの辺のニュアンス、まあ、なんか生きづらいって感じてる INTJ がいて、多分コミュニケーションって言ってたので、まあ、コミュニケーションで困ってんのかなって話です。僕のことを分かってもらえないみたいな感じなのかな、で生きづらいって言ってるのかなっていう、はい、でそれが INTJ ですよと、はい、INTJ ですよね、 INTJ でした、はい、でコメントいつも見ています、たすなんかまあ助けてくださいなのか考えてくださいなのか、悩み相談的な話でしたよね。悩み相談的な話で、この G 丸傾向が僕自閉傾向なのかなと思ったんですけど、はい、体調がそれは違うんじゃないかと、自殺じゃないかな、この伏せ字になってる、はい、自閉を別に伏せ字にする必要はないのかなっていう。なるほど、はい、だとすると、はい、僕はなんか助けたい人じゃないですか、はい、でまたこれがね僕言うとなんかやればいいじゃんとか、はい、軽く言うんですよね、うんうん、話しかければいいじゃんとか、うん、告白なんて簡単だよって好きって言えばいいんだよってはいはい、はい、なのでなんか逆になんかその傷つける可能性もそれはある、うん、でもなんか、うん、体調あれ見てどう思いました、先に振るなですねまあいろいろ、まあ、具体的な悩みが分かんないので、はい、分かんないんですけど、はい、まあ、コミュニケーション、INTJ だという辞任の方が、うん、コミュニケーションに、うん、まあ、なんか人と対立したりなんかするのかなっていう、まあ、要は人との関わりで苦しんでるのかなっていう、結局、うん、人の関わりですもんね世界って、はい、アドラー、悩みはすべて人間関係、あ、まあ、仏教でも言うじゃないですか、はい、何を言うんでしたっけ、どんな話が出てくるんだろうっていう、諸行無常、はい、諸法無我だと、うん、諸行無常っていうのは世は常に変わり、はい、諸法無我っていうのは全ての中で我はない、うん、我はないっていうのは、はい、自分がないよってことじゃなくて、うん、人との関係だよって、はい、結局人間関係どうやってうまくやるかですもんね、人間関係が重要なんじゃないですか、まあ、社会的生物ですからね一人じゃ飯も食えんですからね、はい、飯も食えんですからね、だとなんか僕が今ファって浮かんだのは、はい、いやコミュニケーションがうまくいってない、まあ、周りの人とはうまくいってないかもしれないんですけど、はい、最近やたらにツイ YouTube で目につくのは、はい、INFJ の一人喋り、はい、自分語りみたいな、そう自分語り、はいはいはい、INFJ ですで、うん、一人語りをされてて、はいはいはい、うん、おーっていうのをよく見るんですよ、はいはい、そうするとじゃあそれってあのコミュニティ作りじゃないですか、うん、要は自分が喋り、はい、それをいいねって言ってくれる、うん、気持ちわかるよって、うん、まあ、共感を求めてるんですかね、共感してくれる人を求めてるじゃないんですかね、とは思いますけどね、というか、まあ、共感とかいいねとかしてくれるって、はい、嬉しいと思うんですよ、うん、でその INFJ さんだよっていう動画を見ていると、はい、なんか今日こんなことがあったよとか、うん、でそれを INFJ の私がどう思うかっていうのをやってて、はい、分かる分かるっていうのなんですね、はい、だとすると、うん、僕は INTJ だよ、うん、っていう語りをされてはどうだろうっていうのは、僕は辞任としていい外交型で、はい、F フィーリングだよっていうのだけは、はい、自分はそうだと思ってるんですけど、うんうん、自分自覚が弱いので、はい、このタイプだって言えないんですね、言っちゃダメな気がしてるんですよ、いいんじゃないですか、いやーだって君はそのタイプじゃないって言われるともう簡単に折れちゃいますもん、別にあそうで終わりじゃないですか僕 あそうって言っても、はい、心の中であそうなんだって
そこの別に何どのタイプがいいとかってないわけじゃないですか。いや、そこはなんか何でですか、なんて言うんだろう、今の現代社会では得なタイプがあると思ってます。はい、 T の方が有利なのではとか、そんなの P の方が自由でいいよねとか、それはまあ一長一短みたいな話じゃないですか。本当はそうなんですよ。はい、はい、でもこの I で N の人たちって、はい、I で N で J の人たちって、はい、私はこうだっていう自信を持ってるなって見えてるんですね、はい、僕のと思います。はい、はい、だとするとそこだけは自信持ってやると、うん、多分同じように苦しんでる人はたくさんいると思うんですね、うんうん、だとそういう人はあなたのことを見つけてくれて、うん、わかるよとか、うん、僕もそうです、同じように苦しんでる人がいて、うん、なんか救われましたっていう声は、うん、多分もらえると思うんですよ、うん、なのでそのコメントをくれて消した方は、うん、ぜひなんか INTJ の一人語りっていうのを、うん、なんかコツコツと配信していくと、うん、少なからずね批判も来る可能性ありますよね。まだね、我々もそうだったじゃないですか、はい、なんか始めた頃ってそんなに多くなかったですよね。始めた頃は何もないですよ。なぎですね。なぎですよ。なぎ、何も心折れる可能性も。でも誰も共感してもらえない。でもなんかね、見てると、はい、INFJ の人たちってそれをなんかずっとコツコツやってる印象なんですね、はい、それこそ INTJ という自覚であるならば、はい、未来を予測し、はい、シンキングし、うん、組み立て、これをやっていこう、うん、っていうのをコツコツやっていくだけじゃないですか。多分それが苦しいって言ってるんじゃないかなと思ったんですよね。動いたかって話なんですよ。動いて、まあなんか INTJ の人のトラブルっていらんこと言ってんじゃないかなと思うんですよ。正論ね。正論。未来予測してシンキングしてあなたは間違ってるって。でもそれなんか見ると、はいはい、聞かれないと言わないよって言ってますけどね。でもそうするとそんなに苦しくないじゃないですか。でもよ、僕が今苦しいっていう理由は、はい、勝手に推察すると、はい、要はなんか彼女ができないとか、結局行動しろって言われて、はい、その表に出て行動しようとすると評価が低いみたいなことが書かれてた気がする。なるほど、はい、でも思い出したっていうと、はい、その自分は、うん、INTJ が頭いいみたいなイメージを僕は勝手に持ってるんですけど、はい、そうではなく、能力が低いみたいな自覚をされてる方でしたね。だからそこで、なんか周りからの評価を得られないって言って苦しんでるのかな、まあ、僕もどっちかっていうとはい、バカと言われる方なので、はい、思い込みの激しいバカってでおなじみの二等兵ですけど、はい、まあ、人は言いますよね、そうやって。だからまあアドラー的に言うと、そんな人の評価を気にするなだとは思うんですよね。なんかNT も NF も、はい、なんか理想の人な気がするんですよ。理想だと思います。理想を掲げてる、どちらも。まあ、未来みたいなものがあって、でこれが正解だみたいな、まあ、自分の中でこうなりたいなみたいなのがあって、うん、で NT だとこれが正解みたいな、まあ、考えるわけですからねっていうのを言うわけじゃないですか。はい、だから苦しむんだろうなんて。そんな正解なんかないよって話ですもんね。ないよはないよですね。ないよはないよっていうと、正解なんてないは、正解なんてない。でもようやくここに来て、はい、僕今50歳近いですけど、うんうんうん、ようやくここに来てです。はい、おそらく正解なんてないんだろうなって。正解なんて僕は多分もともと正解なんてないって生きてきてるんで、多分悩まないのかなって思ってます。 NT の人たちはどっちかというと効率がいいのが正解じゃないですか。 NT はそうですよね、はい、コスパでしょうね。コスパ、まあ、僕もコスパは考えますけど、はい、だけどそれがなんか目的がこういう目的なら、まあ、効率がいいのが正解かもしれないけど、別に日常生活なんか別に効率求めなくてもよかったりするしたりするわけじゃないですか。それよりもなんかもっと楽しむことだとか、なんか人それぞれいろんな価値観があるわけじゃないですか。もう人本当、はい、人それぞれです、本当に、はい、でそこら辺のなんか正解を求めすぎなんじゃないかなって思うんですよね。もっとなんか能力が高くあらねばならないとか、はい、NT だったら思ってそうな、
でこうできる自分とできない自分があって、できない自分はダメな自分だみたいな。でダメな自分、僕ダメな自分でした。ダメな自分だっていうのはないんですよって話じゃないですか。ないんでしょうね。できないのはできないだけの話ですよ。はい、はい、みたいなのが多分、うん、N型の人たちはそういう感じなんじゃないかな。でも社会から評価されるんですよ。例えば給料とかね。評価されても給料って評価じゃないですか。 IQ とかね、偏差値とかね。それはノーでは悪ではないわけですよ。ダメではないわけですよ。でも下の方なんですよ。下の方がダメなわけじゃないじゃないですか。上の方が優れた人ですか。で上の方の 人たちが、はい、オールなんですよ。オールで持っていくんですよ。はい。でそのだからそこのなんか楽な生活ができていいなみたいな憧れは僕も持ったりはしますよ。はい。お金持ってるとまあいいな、気楽でみたいな。だけど、はい、あの人たちがすごいお金持ってるから僕はもうダメな人間だではないわけじゃないですか。僕ようやくここに来て、はい、でもまだ僕その確信は得られてないです。確信もそうだろうなって感じです。でそこを、まあ、そういうふうに思うから苦しむわけですよね。でも思う人に思うなっていうのは、はいはい、思っちゃいますもん。だからまあその思いの力で苦しんでるんですよっていうことだと思うんですよね。でようやく僕は最近なんか、まあ、あの十牛図ってやったじゃないですか、はいはい、で十牛図をやってなんかああこの悟りじゃ本当の自分とかって帳尻を合わせるじゃないですけど、はい、納得なんだろうなって。ああ、うん、ああだからああいうロースとかも正解なんてないんだよって言ってるわけじゃないですか、はい、善も悪もないみたいな、まあ、言葉があるから、はいはい、善って言うから苦しむだけでみたいな、こっち側じゃなきゃ苦しむみたいな、それ自分で苦しみを生み出してるだけだよねっていうのがまあ老子ですよね。はい、まあまあ、本当自分で苦しみを作ってますよ。はい、なんでしょうねこの苦しいのってね。まあそういうタイプなんだと思いますけどね。あで、はい、思うと、はい、ちょっと楽になるんですよ。でその今コメントでこう割り切ることができればって、僕割り切ってるわけじゃないんですよね。そういう現実なんですよ。ちょっとあコメント、あ S じゃなく N だからシンキングするだけでやらない人が多いんじゃないかなと思いますと。ついでに回避で有利だとなおさら、正解なんてないで終われれば割り切ることができれば、あ4なないと思いますと、うん、だから僕もね絶望の意味は分かんないんですよ。はい、なんでこれなんでだろうな。まあ、そういうふうに考えてしまうって話だとは思うんですけど、なんで絶望するんでしょうね。だからまあ自分がダメだからじゃないですか。ダメな自分にはもう価値がないんですよ。なんかそこで何クソになる人と、うん、もうダメだ絶望なわけじゃないですか。その自信は何でしょうね。自信というと、いやこの人たちって自分は愚かだと思ってるわけじゃないですか。はい、愚かだと思うんだとしたら、はい、その愚か者が出した答えは間違いですよ。だから、はい、あの絶望なんてしちゃダメですよ。絶望っていう答えが間違いだ。はい、また間違えてしまったじゃないですか。だったらその答え、あなるほどね。ループしそうですよね。そういう人はもう何していいか分かんない。じゃあ何していいか分かんないなら、じゃあ手当たり次第やろうよとか、うん、手当たり例えばみたいな。じゃあ動画一人で喋ってバカをさらせばいいじゃないですか。何を喋ったらいいんだろうね。っていうのを撮ったらどうですか。何を喋ったらいいんでしょうね。僕は INTJ でやめたみたいな。病んでるんですよ僕はって。そんなことを多分言わないんじゃないかなって思うんですよね。でも何かを考えてるわけですよね。その思考を述べようですよ。もうぼーっとしてる可能性もありますよね。でもカチャ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 動いてるわけですよね。死にたい、その MacOS8.7 ぐらいの古い、まあ、でもそういう人もいっぱいいますよね。でも今死にたい死にたいみたいな、全員チャンネル持てる時代ですよ。でその死にたい死にたいみたいな人をアップし続けてる人もいるじゃないですか。いるんですかね。よくいるじゃないですか。で本当に富士山の上登らされてね。富士山の上、富士山の上まで行ってライブやろうとして、はい、ズルズルズルって滑って、あれは事故ですよね。あれもあのなんかちょっとこじらせた人ですね、あの人も。ツイッターとかで、はい、もう死にたいとか言って本当に飛び降りちゃった人、ダムの上から
どうやったら救えるんですかね、そういうのは。その辺は、まあ、苦しみからの解放ですよね。その思い込みがあるわけじゃないですか。でもダメだとか、はい、まあ、こんな自分、こんな自分というかこういう人はダメだ、何が正解かは分かんないですけど、そう、結局そこなんです。何が正解か分からなくて、はい、僕最近悟ったのは、はい、何が正解か分からない、はい、でも人は働くしかない、はい、でこれしかないなと思ってるんですね。そうですよ。でそれは僕はずっとそうやって生きてるみたいな、あ、素で、はい、まあ、そんなこと言ってもあれなので、はい、生きていくってことが重要なんですよ。そう、あのこれはね、こち亀の亮さんも言ってます、ね、はい、何か壁にぶつかった時は、はい、コマンドとして、はい、まず生きるを選択するんだと、はい、生きるを選択するだけ、まず生きる、はい、はい、でそれ以外はまあそう大したことじゃないんですよ。人から評価されないとか、収入が少ない、まあ、そうですね、とか、あと評価されていくと多分、うん、同数でマイナスの評価も受けますよね。はい、受けますよ。だから発信するってそういうことでもありますからね。そういうことでもあります、はい、はい、でもだから気にしないができれば一番いいんですよ、アドラー的には。ああ、うん、でも見方は確実にできると思います。見方いいね、はい、いいねは絶対にできます、うん、うん、我々でもそうでしたから、はい、はい、であの結構 INFJ で一人語りやってる人はやっぱりそれなりにちゃんと増えていってるんですね、はい、で、あ、なんかそれ見ると僕羨ましいなって思うんですよ、はい、INFJ いいなって。だって INFJ ですって言って一人語りして、うん、わーって言われるんですよ、羨ましいって思うんですよ、はい、僕女子だからじゃないですか。僕 INFJ じゃないので、はい、一緒じゃないですか。じゃあ僕も INFJ ですってやればいいですかね。あ、二等兵 INFJ ですって。 INFJ じゃなくてもいいですけどENFP っていうと多分違うっていうのが出てくるともう怖くてできないですもん。そこじゃないですか。違うって言ったら怖くてできないのと一緒じゃないですか。何か言われたらどうしようっていう恐怖が出てくる。でもから行動できないみたいな話。それをだから僕は一人でやるときは、はい、違うコンテンツならできると思ってます。まあ、違うって言われてもその時は多分そういうコンテンツ、あの違うって言われてもいいようなものをやるので、はいはい、そのタイプはダメなんですか。僕はね、自分のタイプはよう喋れんです。その違うって言われて落ち込む理由が分かんないんですよ。僕が例えば今 ISTP って、はい、違うよ ISFP だよって言われたら、はいはい、え、なんでですかだけじゃないですか。あ、もう T っぽいですもんそれで、なんか帰ってくるとするじゃん、はいはい、これこれこういう理由だから、あ、なるほどねで以上ですよ、はい、なるほどねがね、はい、僕多分もう強がりですもんね。あ、なるほどね、うん、その強がる、あ、もう聞かない聞かない聞かないっていうモードですもん。批判が嫌だ。僕は批判、自分の考えを批判されるのが嫌だ。場合によります。場合と相手の言い方ですね。そのタイプなんか別に正解はないわけじゃないですか。ないです。ないって思いながらね、理想っていうかいいタイプがあるわけじゃない。それもそうです、はいはい、のでなんか例えば ENFJ ですって言った時に、はい、いや ENFP だよって言われて別にそんなに嫌な気持ちになりますかねっていう。なんかね、 あと僕はなんか逆に言ってる人の、はい、言ってる人も結構タイプを言うじゃないですか。私はこのタイプですって、はいはいはい、お前本当にそうかはたまに思うんですよ、はい、君僕のことそうやって言うけどさ、はい、自分に自信がないんでしょうね。自分の意見に自信がない、意見に自信がないのと、まあ、これを言うと相手を傷つけるか、相手を傷つけるかながあります。はい、相手を傷つけちゃいけないがあるんですよ。まあまあの人のね。で例えば僕だったら、はい、ISTP ですって言ってて、はい、違うって言われても別に傷つくことがないので多分気にせずに、あれだ J じゃないのとか P じゃないのとか大丈夫言いますよね。でもそれは傷つける、はい、傷つけるなんて思ってないですもんね、はい、だって僕が言われても傷つかないですもんね。から傷つけるっていう発想がそもそもない。なるほど、うん、なんかディスった、お前バカじゃないのって言ったら傷つけるかなみたいな、はい、でものは思いますけどそれを聞いてるとなんか、はい、あ、 ISTP っていいなとかって思うんですよ。はい、でもまあいいなって言いながら結局、はい、僕は自分のことが好きだったりするので、はい、ってなると僕の思考回路では結局みんなも自分のことが好きなんだよねになるんですよこれ多分間違ってますよね。
まあ、わかんないですけど、僕も、まあ、嫌いか好きかで言えば好きだけど、まあ、嫌いでも好きでもどっちでもいいじゃん。どっちでもいい。嫌いも好きもないのかな。僕は僕ですもんね。あ、僕は僕ですもんねっていうのと、はい、僕は結局みんな人って自分のことが好きなんでしょうは、あ、違うかもしれない、ね、意味が違うかもしれないけど、こう二等兵は理想がありそうですもんね、はい、ありますね、多分自分に対する理想あるんだと思います。で、自分のことを好きになりたいみたいな、あ、自信を持つ自分でありたいは思ってますっていう思いがあるから、はい、なんかそうやってそういうことを、そういう言葉をかけられたりすると、はい、ちょっと嬉しくなったりとか、あ、嬉しくなったりします、はい、だけど、まあ、僕には僕のそんな理想なんてそうないみたいな、目的は生きていくことですからねっていう、僕多分、はい、なんでそういう答えを欲したりしますし、はい、いなかった時は中渕がこうやって歌ってるとか、うん、はいはいはい、尾崎がこうやって歌ってるとか、はい、ヒロトがとか、うん、矢沢がとかって、はい、いうのをやりがちなんですよ、はいはい、でもなんかこの苦しいよっていう INTJ さんは何に苦しいんだろうなと思って、だから自分が無能だと思ってるんじゃないですか。少なくとも僕より無能はないですよ。それは分かんないですよ、その思いですから。じゃあ僕を呼んでくださいですよ。僕と喋るチャンネルを作ってくださいですよ。その、はい、例えば自分より無能な人がいても、はい、自分の能力が変わらないわけじゃないですか上がるわけではない、相対的によく見えるっていうのはあるかもしれないけどそこに僕はそこに、あ、なんか価値がある感じがしないんですよね。無能とか例えば自分が無能だと思ってたとするじゃないですか、はい、で僕を呼んでくださいって、はい、でそれは多分僕よりも自分の方が無能だっていうことですよね。無能だの比較ですね。比較ですよね、はい、ってことは自分より無能な人がいればこの人は元気になるんじゃないかって発想ですよね。そうですね、はい、っていう感覚が、あとなんか、はい、僕を見せる場が増えるぞ、はいはいはい、でそうすると、はい、相対的に、はい、例えば自分より無能な人がいて、はい、気持ちよくなるのにあんまり価値を感じない。ボーイというバンドが歌っていた、はい、モラルという歌があって、はい、まあ、結局人はみんな比較して、はい、自分よりか不幸な人がいると、はい、気持ちよくなる生物だ、はい、っていうのがなんとなくあって、はい、人ってそうだよねと思うんですね、はい、そうだよねと思っている、はい、しやっぱりこの我々でもこの、はい、結構アンチコメントを最近いただくのが増えてきたわけじゃないですか、はいはいはい、で彼らの心理を考えると、はい、まあ、なんか見たときに唾をかけたくなるわけですよね、うん、ペッて唾を吐くことで自分が気持ちよくなるっていう、はい、マウンティング人はいるんだろうな、そういうことを、うんうん、でってなると結局人ってそういう風だよねって僕の中では思ってるんですよ。マウンティングさせたら楽になる、楽になるって楽にならないですかねって、もう分かんないです。僕はそんな僕より無能がいたって僕の能力が上がるわけじゃないんで、あ、なんか偉い先生とか連れてきてもらった方があ、なんか、あ、こういうことを勉強すれば自分の価値上がりそうだなみたいな、と同時になんか僕はそういう人と絡むことで、はい、なんか面白い何かが起きるんじゃないかっていう、ちょっといい的な発想なんですかね、はいはい、外交的な、まあ、何 か新しいことが二等兵は多分自分を見せたいだけじゃないですか。あ、それもあります、それもあります、はい、それもあります、はい、利用してます、利用してる、はい、で本当にそれが相手のためになるかなるかどうかあんまり考えてないです、はいはい、でワンチャンそれがうまくいけば、はい、俺ヒーローじゃん、はいはい、っていうのもあって今発言をしました、はい、でも人ってそうだよねと思ってます、はい、これは僕だけかもしれません、まあ、そういう人もいる、そういう人もいる、まあ、マウンティングもありますからね。で彼も僕にマウンティングしてなんかこういう関係がね、はい、そこでもできれば何かが生まれるかなとか、その無能合戦になる可能性もありますね。あります。いや僕の方がいやいや僕の方がっていうこんなことできますよ僕みたいなっていうなんか、はい、日々僕は何かを探してるんです、はい、っていう多分、まあ、毎日見てますっておっしゃってたので、はい、これも見てくださると信じて、はいはい、何か参考になることがあったかどうかわかんないですけど、まあ、とりあえず 今見てくださっている人は、はい、あなたのことを死なないでと思ってますよ、うん、はい、これは間違いなく、うん、死なないでって今20人の方が見てくださっているんだとしたら、もう20人の方が今、はい、あなたのことを死なないでと思ってますと大丈夫思ってますよね、はい、これはマジで
思ってますけど、はい、それを言っていいのかどうか僕には分かんない感じです。あ、そっか、はい、僕は、はい、死なずに働けと思ってます、はい、体を動かせって。生きろですよ。あ、そうですね、生きろですね。で働けは、はい、多分ね、これ宮崎駿も言ってますしね、はい、でなんか働けと、そういう言葉なりなんなりあるのかなっていう、なんかの教え、老子に響くのか、アドラーに響くのか、何かに響くのか、うん、長渕に響くのか、はい、禅でも言ってます、はい、掃除しろって、はいはい、で、あのテストステロンさんは筋トレせよって言いますよ、はい、あ、はいはいはい、はい、幸せホルモンが出るって言いますよ、ね、あ、本当筋トレは体調、最近どうですか、はい、ジム行ってて。最近っていうか、まあ、2週間、まあ、最近は行ってないですけど、はいはい、なんか筋トレ行くとすっきりしますよ、はい、ストレス解消にはなりますよ。あと、はい、あの重量が変わっていくんですよね。重量変わっていく、持ち上げられる重量が、はい、重さがそれ成長ですよね、はい、まあ、筋トレ、掃除、うん、働け、うん、何か、あとはまあ動画配信どうでしょうこの、はい、この選択で。動画で困ったら 僕チャンネルを、はい、僕呼んでもらっていいですよ、うん、無能合戦やりましょうよと、はい、何かが生まれるかもしれない、かもしれない、はい、